どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。SCP コンテイメントブリッジ続きの方をやっていきたいと思います。早速、ロードゲームスタート。そうですね、ロード。SCP-035。こちら確か取り付くマスクだったかな。これ、詳しい説明はそんなに載せないので、気になる方は SCP のサイトありますので、そちらの方をご覧ください。ちなみに前回言っていた、突然後ろを振り向かせる SCP、なんてもの調べたのちょっとなんか出てこないんですよね。例えば私の勘違いなのかなぁ。確かこの先にいたんだったかなぁ、前回は。いや、違いますね。SCP-173 に前回殺されました。SCP-173 はですね、ジョーク話として、最初はですね、SCP-173 の中と顔の部分には猫の絵が描かれていたんですが、それを水を流されたことに起こって、あのように首を折るようになったという一応ジョーク話があります。結構ここら辺にいたんだったかな。おっと、何やら。おっと、今カサカサという音がしましたね。もうこの SCP は逃げているっていうことですかね。はい。何か拾ったので見てみましょう。SCP-372。ですね、SCP-372 は視界を飛ぶものだったかな。いわゆる非文章みたいなやつなんですが、このキャラクターはですね、プレイヤーの視界の端をたまーに飛び回っております。で、カサカサという音がしたりすると、こいつがいるということになりますね。ちなみにもう逃げているので、もう、プレイヤーに確か取り付いている状況になりますね。でも、こうやると、今一瞬映りましたね。あれが SCP-372だかな、ちょっと待って。372ですね。何か視界を飛ぶものになります。あ、ここさっき来ましたね。ちょっと今首振りすぎてどこにいるかわかんなくなりましたね。まず F5 セーブしましょうか。だって SCP、これで累計5体目かな。どのぐらいでやったか忘れましたもん。ここも前回来たような。なんか前回ここら辺で殺された気がするんですよね。ここは開かないのか。ピザデイ。Don't forget today is pizza day. 忘れないで今日はピザの日よ。あるんですかね ?SCP とピザの日みたいなものが。はい。新しい SCP-012。オブジェクトクラスはユークリッドですね。012は確か不吉な曲だったかな。聞くと死ぬっていう感じですかね。端的に言うと。おっと、また何か怪しい部屋来ましたね。中で死んでますね。The use of cameras of video equipment is prohibited. はい、カメラみたいなものを、カメラやビデオみたいなものを持ってくるでいい、使うのはダメですよ、っていうことですね。実はですね、この SCP の中には、カメラやビデオを使ったりすると、やばい SCP いるんですよね。エレベーター乗れましたね。まあ、これは出てきたら後々解説したいと思います。わあ、なんか飛んでるよ。何あれ。ただの煙ですかね。一応こうやるね、ガスマスクつけときましょうか。今なんか一瞬出ましたね。SCP なのかな?一応これ。
ガスマスクつけるやっ、うわ、こっちはいけそうなんですね。ちょ、待って、嘘やろ。ちょ、待って、あれ、不死身の爬虫類じゃないか。一応言う、SCP の番号は忘れたんですけども、あれは、ちょっとやばいですね。逃げましょうか、一旦。ガスマスク外して、SCP、番号を忘れたんですか？あれは、不死身の爬虫類だったかな。その名の通り、どんな攻撃をしても死なない不死身で、うわ、びっくりした。今、視界を飛ぶものがいましたね。やっぱり怖いなぁ。先ほどの話ですね。SCP の不死身の爬虫類。あれは私、その名の通り不死身でして、どんな攻撃をしても死なないっていう生物になります。あ、出ました。ビルダーベアですね。この前回出ましたね。可愛い見た目をしておきながら結構残酷なことをしております。人の肉で自分のこの熊の複製を作ったり、赤ちゃんに複製を作ったりということですね。まあ、こいつ自体、特に凶暴性はないんですが、この作られた生物というのがなかなか危険だったりしますね。で、後ろを振り向くといないと。ちなみに先ほど、不死身の爬虫類の方はですね、核弾頭を食らっても、損傷率 89% とかだったかな？そのぐらいになっても死ななかったという噂じゃない、実態があります。まあ、サイト内でなんですけどね。なので、一応この、SCP、の中では一応最強核になるのかな？いやー、いろんな SCP と出会ってますね。出会わない方がいいんですけどね。とりあえずちょっと F5 セーブしましょうか。お、前も来ましたね。ただ、とりあえずカードキーがないから何もできないんですよね。今回の目標、カードキー見つけるぐらいにしましょうか。もしかしたらところどころカットしてたりするかもしれないですね。そのままノーカットでお送りしている場合もあります。あ、ここは前来ましたね。視界は通るものですね。で、ここも前来ました。SCP が4体収納されている場所ですね。まだ鍵というかカードキーがないのでいけないです。さっというか1話から同じところをぐるぐるしているような気がしますね。うん、扉を閉めるときに後ろを振り向いてしまうと稲見ちゃんがいる可能性があるのでね。まあ、SCP-173 通称稲見ちゃんなんですがですね。私ごとにはなんですが、ちょっと稲見ちゃんというとですね、あの、ワーキングという、漫画とかアニメがありましてですね。そちらの方の稲見ちゃんをちょっと思い出してしまうんですよね、私。で、この部屋は何か。おっと、早速見つけました。レベル1カードキーですね。F5 セーブ。とりあえず今回の目標達成ですね、これ。これはエンプティーカー。ということで、ただの空のコップですね。いやー、よかったですね。あ、出ましたね。はい、また同じ部屋に来た。似たような部屋ですね。アイテム違うんですけどね。これはバッテリーかな。9V バッテリーと、これが、SCP-939 ですね。これが確か名前は忘れたんですが、前回言っていた無限回路。このように何度も同じ部屋を行ったり来たりする。という SCP になりますね。特に危険はありません。このように、同じ部屋をぐるぐるするだけの、それだけの SCP になります。はい、抜ける方向、こっち側に行けばいいだけですね。はい。このゲームですね、結構調べているので、どんな SCP 出るか、みたいなことは分かっているんですけども、ただまだ有名格みたいなことは出てないですね。とりあえず SCP じゃねえや。ここで、あれ？ちょっと待って、消えている。あれれ？おかしいぞ。
拾ったはずのカードキーがなくなっている。びっくりしたなぁ、もう。その、ザザーやめてほしい、ザザーはほんともう。どっかに捨てたかな。置き忘れたかな。目標達成したと思ったら、どっかに忘れてしまったっていうね。バッテリーの代わりに、カードを失ったっていう感じですかね。そうですね、なくなりましたね。ちょっと別のところで見つけていきましょう。おっと、ここは ?914。確かゼンマイ仕掛けというSCP だったはずですね。カードキーないと開かないですね。この SCP は結構有効なことに使います。とりあえず、証拠セーブしておきましょうか。まあ、カードキーはどこでも見つかると思うんでね。今一瞬あったような機能性ですね。ちなみに、たまに出てくる視界を問うものですね。まあ、今もプレイヤーの視覚にいるんですけれども、このキャラクター実はですね、まあ、その通り視界を飛ぶので、視界の端っこを飛ぶんですけれども、その、キャラクターの視覚ですね、見えない部分がなくなるってね、複数人に例えば視覚を共有して、まあ、視覚は共有じゃないですね、視覚を封じるとですね、見えなくなる場所ができるように、その人を殺します。なので、まあ、今は実害ないですけど、本当は怖い SCP だったりもします。さて、ここは前に来た視界を飛ぶものですね。カードキーがないから何もできない。さっき見つけたんですけどね。やっぱりまだ操作が慣れてないですね、私。お前来ましたね。来たからちょっと近道行ってみましょうか。本当だと先ほどのですね、ちょっと今なんか変なイントネーションになりましたね。先ほどのカードキー見つけたところで終わりにしたかったんですけれども。ちょっとそんなに甘くなかったですね。前右行ったから次左行ってみましょうか。あ、ここは不吉な曲ですね。まあ簡単に言うと死ぬ曲ですね、聞いたら。呪いの曲って言った方がいいんじゃないかなと思いましたね。音楽怖いですね。オープン。カードキーが全然見つからない。ここはいるかな？いないね、今回は。おーい、待て、オールドマンじゃないか、こいつ。逃げられるか、これ。お、消えた？多分あれ、オールドマンだと思いますね。このゲーム出てくる代表的なキャラクターですね。一応 F5 セーブしときましょうか。確かあれに捕まるとディメンションワールドだったかな。まあ通称やばい世界ですね。引きずり込まれる SCP です。なんで今逃げれたんだろうな。あいつは確か物体を普通にすり抜けてくるはずだからな。まあラッキーと思いますよ。今のところあれですね。稲みたいに出会わないですね。とか言ってると来たりするんですけどね。ここはいけないか。本当になんか同じところをぐるぐるしてるだけって感じですね。あ、前来ましたね、ここは。SCP-1123。ここにドキュメントがありますね。カードキーどこかにないかな。
それは無理か。前見つけたエレベーター、不死身の爬虫類あそこいるからな。なんかなかなか進展が、ナッシング。ここら辺前来ましたよね、多分。ですよね。ちょっと戻りましょうか。新しい部屋にも行きたいし、カードキーも見つけたいしっていう感じですね、今のところ。まあ、私がちょっと後ろから稲見ちゃん来たら耐えられないが、危ないから一応後ろ閉めているんですけど、これがちょっとあだになってきましたね。行ったところがわからないっていう。こっち。うわ、来たね。なんか俺さっきから同じとこほんとぐるぐるしてるな。マッピング能力っていうんですかね。あれがないですね。こっちは行ったかな？行ったね。どこに何があるんだろうな、ほんと。機械音っていうんですかね。あれがちょっと今笑い声に聞こえて一瞬怖かったですね。人にも会わないし、ここ戻ってきましたね。前回だと、こっちだと右なかったか、そういや。なんかここの先十字路だった気がしたんですけどね。こっち側行ってみましょうか。さーて、適当に進んではいますけど、またここ来ましたね。前回右左と左右に行ったので、今回まっすぐ行ってみましょうか。オープン。おっと、なんかちょっと見覚えのない部屋来ますね。ライトテスティングチェンバー 2B。2B というと、ニーアオートマタが思い出しますね、自分では。なんだこれは。煙か？嘘。なんであそこにいるんだよ。来たねえよ、入り口で出待ちなんて。久しぶりに会いましたね、稲見ちゃん。こっち側行くと新しいとこ来ましたね。何かここら辺あったりしないかな。カードキーとか。ないね。でもここ最初に来た場所じゃないかな。この階段上がって、だったら、やっぱりそうですね。最初に来たところですね、ここは。もう、怖いな。やっぱ閉まってるな。何かの間違いで開いたりしないかなと思ったけど、開かないよね。そんな簡単には。ここも行けないしな。とりあえず戻るしかないか。SCP。セキュア、プロテイン。あ、コンプレテイン、コンテインプロテクトですね。創作、確保、保護ですかね。確か。さすがにちょっと時間経ったからもういないんじゃね？一応 F5 セーブ。わかんないよね、いるかどうかなんて。お、いない感じか。そっか、閉まるのか。つまり、あれだな。一瞬で抜けないといけないんだな。ガスマスク付けの。
危ねえ。なんとか行きましたね。F5 セーブ。ガスマスク外して。さあ、ここ新天地かな。フォロミー。おー。あ？なんか今あったか。ガスマスクと念願のキーボードじゃないや、カードキーゲットですね、レベル1。これは ?1048。あ、先ほど言ったテディベアですね。一応オブジェクトクラスはケテル。もう捕まえ方わかんねえし、超やべえやつっていう感じですね。F5 セーブ。さっきなんかフォロミーとか言われたけどな。Oh my god. うおー、待って待って、嘘やろ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 、嘘またしても、稲見に殺された。ということでね、終わり方としては前回と同じなんですが、この辺でちょっと終了したいと思います。いやー、BPM104 まで上がりましたね。ということで、まあ、カードキーやめつけたんでよかったかなー。ということで、本日はこちらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画をお楽しみください。それじゃあ、またね。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。